この日警視庁では全職員の一斉健康診断が行われていた。人間は体の調子が悪けりゃ自分でわかるが、こいつらは不便なもんで人間が注意して見てやらんとな。まったくだな。東堂主任、ダンプソンを見てください。おう、どうした。こいつは肩の駆動部分がやばいな。バラしてオーバーホールだ。了解。こちらは足のショックアブソーバーにへたりが。よし、交換だ。すぐに始めてくれ。修理にはどれくらいかかる。まあ夕方には。ところで旦那の健康診断の結果は。西島十三45歳。診断の結果至って健康。やっぱりな、俺は肝臓がちょっとね。残念だ。修理が終わったら一杯と思っていたんだが。もちろんごちになりますぜ。解体のための超 AI 取り外し作業完了しました。ダンプソンとドリルボーイの超 AI はこちらに移しました。小さな勇者。これはすごい。この中に超 AI が。本当によくできてるよね。あんまりジロジロ見ないでください。そうだよ。でも大した故障でなくてよかった。ちなみに俺たちは異常なかったけどな。しかし何もこのような状態で超 AI を保存しなくても。僕は結構気に入ってるけど。どうだ、かっこいいだろう。お、沢島さん。私の発案でこのバックアップシステムを採用したのだ。ちなみに変形機構もリアルに再現した優れものだ。かっこいい。おっと、大事なことを忘れていた。バックアップ用のバッテリーが切れると超 AI のメモリーも消えてしまうから。はい、それまでよとならんように気をつけるんだぞ。はい。では夕方までここで待機しているんだ。ん、どうしたのかね。そうかん。分かっておる。君らが寂しくないようにゆうたくんの人形も用意してあるぞ。そういう問題じゃないのに。これじゃまるでおもちゃであります。分かってもらえないのね、私。おりゃすまない。いいんです。今の自分にできることといったらこんなことぐらいですから。あんなおもちゃのデカルムでじっとしてらんないよな。お、ショットガンの弾じゃない。しょうがないな。こら、マクレン、危ないじゃない。痛いな。僕は弾じゃないよ。ん、危ないからかくれんぼはよそでしてくれ。ったくだぜ。知らないうちに踏みつぶしたりしたら後味悪いからな。ちぇ、なんだよ、そっちが悪いくせに。ボス。問題1の答えが間違ってるよ。もう見ないでよ。僕が手伝ってあげるよ。それそれ。やめてよ。チェ、みんなで邪魔者扱いしてさ。じっとしてられないのか、お前は。あ、ボール、ボール、ボール。ほら待て、ドリルボーイ。どうしよう。開けてくれ。4126+33をと。ダメだ、聞こえない。どうしよう。なんとか中に戻らないと。でもどうやって。チュース。出前お持ちしました。お、入ってくれ。そうだ、ダンプソン、お待ちどうさま。あの中に入ればきっとデッカールームに戻れるよ。そ、
そうか。毎度どうも。これで黙っててもデッカールームに配達されちゃう。ナイスなアイディアでしょ。なあドリルボーイ、え、冷静に考えてみたんだがな、デッカールームの誰が蕎麦屋の出前なんか取るだろうか。え、ボスは給食を食べてきているし、ましてデッカードがカツ丼つついたり、シャドウ丸がキツネそばをすすったりするだろうか。そうだよね。どうしよう。殺してくれ。おい、洗い物はいいからこっち手伝え。たくとんでもないことに。ああ、こっちへ持ってきといてくれんか。へい。天ぷら、ドリルボーイ助けてくれ。無理だよダンプソー、だって僕カツ丼になっちゃったんだもん。マイダリー、我々はブレイブポリスだ。食べ物じゃないよ。助かった。でもさ、総監が注文した天丼に僕たちが入ってたら驚くだろうね。お前幸せそうだな。街の中は危なくていけないよね。ああ、ここまで来れば警視庁はもうすぐだ。ああ、なんで僕たちこんな目に遭っちゃったのかな。あのな、お前がちょこまかしなきゃこんなことには。なんだよ、それじゃ僕が悪いみたいじゃない。みたいじゃなくて悪いの。僕だって好きでこんな目に遭ってんじゃ。ふん、もういいよ、ここから一人で帰るから。こら、待て。何さ、一人じゃ危ないぞ。いつまでも子供扱いしないでよ。そこまで言うんなら勝手にしろ。こっちこそ。チェンジ、チェンジ。邪魔。え、ん、あれ、どうした。さっさと飛んでいけよ。そっちこそ早く走ってっちゃってよ。まさかただ変形するだけで動かないなんて。そうか、手を抜かないでください。ハックション。誰かが私の噂を。そもそもお前が。なんだよ、まだ文句あるの。お前の友達か。まさか。助けて、お前だ。ひとまず抽選だ。なんで、逃げろよ。なんとか逃げ切れたけど、この先が思いやられるな。みんな僕たちのこと気づいたかな。気づいてもこんなとこにいるとは思わんだろう。タバコの吸い殻が。大丈夫？ったく危ないな。火事になったらどうするんだ。しかしこうしてみるとひどいもんだ。マナーも道徳もあったもんじゃないな。マナーを守れない人は許せない。お、やけに素直じゃないか。だって当たり前のことでしょ。さあ突っ立ってないでいこう。あ、待ってよ、ガム踏んじゃってさ、助けてよ。なに、ブレイブポリスのおもちゃだ。おお、わーいわーい。ドリルボーイ。なんだ、デカードじゃなくてドリル坊主か。チェ。ん？何がチェだよ。僕の名前はドリルボーイだよ。ドリルボーイ。大
丈夫だよ、ダンプソン。さあ、警視庁までもう少しだ。うん。幾多の困難が二人の前に立ちはだかったが、二人はお互い協力し合うことでそれを乗り切り、今まさに感動のゴールにたどり着こうとしていた。ドリルボーイ、警視庁は目の前だ。この難関を突破すれば、この横断歩道さえ渡れば。いいか、信号が青の時間は60秒、だが全速力で走っても62秒かかる。62秒。マイナス2秒は根性と気迫、いわば闘魂で埋めるしかない。闘魂、闘魂だ。行くぞ。よし。まさか、こんなことになるとは。なんて恥ずかしい。あ、ダンプソン、バッテリーが半分もないよ。なんだって？僕のは大丈夫かな。もしバッテリーが切れたら超 AI も。はい、それまでよ。大変だ。早くデッカードに連絡を。助かった、交番があった。あ、失礼します。ロボット刑事課のパトロール中か。ついてないの？うん、そうでもない。そういえば、さっきから二人を見かけないが。その辺で冒険ごっこでもしてんじゃねえのか？はい、こちらブレイブポリス。つながった！聞こえる？僕たち、今！もしもし！どうした？それが、うんともすんとも言わねえんだ。もしもし！もしもし！もしもし？もしもし？もしもし？ドリルボーイ！あ？そっちは聞く方だ。え？てめえ、いたずら電話なら切っちまうぞ。ちり紙交換でございます。ご家庭内でご不要になりました古新聞、古雑誌。切られた。ひどい。もうダメだ、帰れない。弱気なことを言うな。ん？まだチャンスはある。は？綾子さんのマンションが近くにあったのを忘れていた。綾子さん、思えばあなたとの出会いはこの日のためにあったのでは。よし、行け！
それ。はーい。どれかしら。あーっとだ。気のせいだったのかな。さんがこんなに乱暴な人だったなんて。ここからどうやって帰れば。ドリルボーイ大丈夫か。平気平気。このまま歩き続けても二人とも途中でバッテリー切れ。どうすれば。これだ。路線バスか。これはナイスでグッドなアイデアだね。このバスは警視庁の前で止まるんだ。あ、見えてきた。警視庁だよ。ほら、言った通りだろ。バイバイ。着いたね。あっという間に。そうとも、あっという間だ。あっという間に通り過ぎた。降りる人も乗る人もいなかったようだ。あの二人仲良くしてるかな。そろそろ元の体に戻っている時間だ。そうか。ボス大変です。ダンプソンとドリルボーイが行方不明に。なんだって。てっきり部屋の中にいると思っていたら廊下でドリルボーイのボールが見つかって、彼らには通信機能が搭載されてないので連絡も取れません。そんな。二人のバッテリーは今日の分しかないんだよ。今全員で二人の捜索を行っています。ボスも心当たりのある場所を探してください。私も捜索に出ます。ユウト、思い当たる場所。そんなこと言われても。ほら、しっかりしろ。ここは諦めるのはまだ早いぞ。ここはボスの家の近くだ。じゃあ助かるの。もちろんだ。でももう僕。何言ってる。しっかりしろ。ほら。でもダンプソンだって。いいから乗れ。みんな今頃どうしてるかな。多分自分たちを必死で捜索してくれているよ。もうすぐ発見されるさ。初めてダンプソンに会った時さ。なんだよ急に。ダンプソンって頑固で血の気が多くて分からず屋だと思ってたけど。そう。でも今日本当のダンプソンを見たって感じ。勇気、努力、闘魂がポリシーの自分を見たか。褒めすぎだよ。そうか。でもどうして僕の方がバッテリー減るの早いのかな。お前ちょこまか動くから無駄が多いんだよ。そうか。もし戻れたら気をつけよう。そりゃいいや。なんか僕眠くなってきちゃった。寝てはいかん。ありがとうダンプソン。寝るな。ドリルボーイ！いないのかな？
やはり庁舎からここまで来れるわけが。あ、こら、また何でも加えてきちゃっても。あれ、これはダンプさん、ドリルボーイ。そして2人の超 AI は無事元の体に戻った。気づくのが遅くなってすまなかった。いいんです、こうして元の体に戻れましたから。イエーイ。すまんな、今度お前が小さくなった時はさ、もうまっぴらだよ。2人が戻ったばかりのところすまないが、明日全員の再検査をすることになった。再検査？検査装置にミスがあったそうだ。しかし安心したまえ、万一修理の際には君たちの分もある。今度は君たちを完全に監視するから安心したまえ。冗談やめろよ。どうしたの、泣いているの。あくびしただけさ。もしかしてママに叱られたの。街中ピカピカのお祭り騒ぎ、ジェットコースター、星や今夜集まるよ。水金地火木とってめがいい、僕がそばにいるから。ジグザグ気分早く忘れちゃえ。韓国産ロボットなんだって、そりゃもう大喜び。だけどその日からパワージョーはなんか変になっちゃった。誰もいないのに敵がいるって一人で暴れたりして。ねえパワージョー、どうしちゃったの。次回、勇者警察ジェイデッカー、パワージョー